まま普段着のまま枕開けて外へ飛び出してくイメージは起きて吸ってコーヒー飲み干して枕直し目覚めた顔して外へ振り出してくポケットの小銭具合からじゃまだ測れない夢との距離コインロッカーみたいな四角い部屋じゃまだ計り知れない夢との距離まだだ夢の中から起きたまた頭のまま普段着のまま枕開けて外へ飛び出したらイメージだ全然違った現実ばっか今日はあったけけど食らったって立ち向かって進むだけだ勝ちに向かって穴の開いた安いスケートシューズからじゃまだ測れない夢との距離いつか絶対登ってってやるけど今はまだ計り知れない我々ですけども最近私事ではございますがスノーボードを始めまして風邪をひきました。まあなんつうかあの感じただ板に乗っかってるだけで滑り落ちていく楽しくなって風を切る音が帽子と耳の間をスルリスルリとすり抜けてイエスあの感じでぐぐスピード上がってく止まんなきゃ転んじゃうだけ転んだってまた立ち上がって下に向かって滑っていくそれだけでただ楽しんでる全然飛んだり跳ねたりできません去年調子乗ってあれでしょ
5メートルぐらいのキッカー余裕で飛べるでしょとかって10年ぐらいスノーボードやってるやつに勧められて超空気入れられてバカになっちゃって全然いけるよ余裕で当たり前じゃんとかって調子乗って5メーター飛んでまくられて痛い思いしちゃってますんでその後血尿出て病院に駆け込みましたが大事には至らずまた今年もスノーボードをやることができるわけでまあなんて言いますか2009から2010皆様いろんなこと変わっていったと思いますが俺らは別に何も変わっちゃいないような気がしますな、うん、日が沈んでまた昇って繰り返してここに集まってるみんな今日は1月10日、110番の日だけどみんな110番はやめようねあ楽しくいたいからおまわりさんはマジ帰ってもらおうさっきコンビニに行くときにおまわりさん2人いて別に何にも悪いことしてないですよ別に何もしてないのに2人いたってだけで緊張しますからねおまわりさんやめてほしいですまあそんな感じで笑ってられりゃいいスタイル2020